はい、日本全国旅打ち日記第25回目の旅先はですね、新潟県です。今いる場所がですね、長野県の上田市か。今は上信越自動車道のここ、東武湯の丸インターチェンジにおります。はい、今15時40分です。新潟に着きました。で、結構途中ね、長野あたりは雪が積もってまして結構怖い思いしたんですけども、今ここですね、青い丸のところで、今上越から、上の新潟までちょっと今日北上しつつホールを回っていきたいと思います。で、20店舗もあるんですけれども、まあ事前にね、多少当てをつけたホールちょこちょこ、見ながら新潟市内のホールへ向かいたいと思います。このあと雪になると怖いね、明日怖いね。一応チェーン持ってるんでね、大丈夫ですけど、めんどくさい、雪降らない、積もらないことを願って、願いつつ店回りたいと思います。はい、お疲れ様です。長岡市のホテルにチェックインしました。今日は10店舗今日10店舗回った中で1店舗ね、ちょっと気になる店があったんで、それが長岡なんで、明日はその長岡の気になる店を朝覗いてから、厳しかったら、他の店舗で。新潟はですね、ほとんどの店が28玉交換でですね、ちょだまサイプレイが結構お得に使える、まあ上限5000玉とか、あとは上限ない店もありましたね。今日行ったお店のね、気になったのが P 沼、あれが好きなんですよね。で、今日見たお店は結構飛び込み口は良かった。ちょっと明日打ってみたいのと、そしてその店が明日新北斗無双を導入するんですよね。よくあるパターンです。新北斗無双はもう信頼ではありませんけども、中古台で少し導入して、またちょっとこう稼働を上げようということはよくありますね。そういう場合はまあ結構甘くなるケースが多いんで、明日だからそのお店行って、P 沼打ってみて、ダメだったら店回りしつつ、なければ15時の新装開店に向かってみるということですね。ガンガン買ってきますよ、明日勝ちます。じゃあここ1階にね、あの居酒屋さんがあるんで、そこでちょっとあの飲むじゃないですよ、原稿をやろうと思ってね、地元の食べ物食べながら原稿を書きます。飲むんじゃないです。はい、12月10日月曜日の朝でございます。ここはですね、新潟ですね。新潟ですが、昨日の夜雪降ったんですが、こちらよかったよかった。
はい、無事にねホテルにチェックインしました。雪も大して積もらずでよかった。振り返りますね。結局勝ったんですけど、昨日ね下見の時に2000円打ってたんです。 P 沼ね A 店でで、10店舗下見終わって A 店の近くに泊まって、今日また A 店に行きました。で朝一ね P 沼打ちました。5000円打ったんですけど、3回転でちょっとやることもあって一旦ここでやめたんですね。で B 店に行きました。で B 店でも P 沼、これもね6000円打って5回転。やっぱり新北斗無双、デジパシで言ったら新北斗無双がね、見た目いくらかの期待値ありそうかなさそうかっていうところで打ってみたら1000円で18、これ28玉交換なんで、まあ微妙っちゃ微妙ですよ。再プレイ使ってもね。そして C 店に行きました。 C 店もやっぱ無双、新北斗無双を打ったら1000円で18、まあもう1000円じゃ分かんないけど、まあ18前後じゃないのかなっていうとこですね。で、あ厳しいなと思って、 D 店、ここはね昔打ったことがあって、結構昔は有料店だったんですよ。でここに期待も込めて行くとこないんで行ってみました。そしたらやっぱ新北斗無双がね7140回回ってくれて、で当たったんですよ。6ランド ST ラッキーと思ったら8連もしてくれて、でその後 ST 抜けた後110回転でまた ST 引きまして4連で、その後また43回転で ST 引いて21時3分でやめましたね。18,629個で、結果がこれです。最後の店の結果は投資が7000円で回収が66,400円、収支は59,400円です。で1000あたりの回転率は 19.3、 1ラウンド146個でしたね。で今日のトータル収支はプラス 46,400円で、昨日の下見の2000円差し引きすると2日間の新潟パチンコ収支は今プラス 44,400円。よかった。ただね、回る店、有料店、優秀台がなかなかね、なかなか厳しいです。このね、何も分からない新しい地域に来た時はやっぱり知り合いがいれば聞ければいいんだけど、ネットを活用すること、一人でやる分にはね、ネットの活用することと自分の足と目で見ること、もうこれしかないんですよね。でね、このコメント、 YouTube のコメントちょくちょく見てます。新北斗無双ばっかじゃないかこの人っていうコメントを前に目にしました。確かにそうです、その通りです。だけどね、新北斗無双がね、まあ、初代ねが一番期待値を稼ぎやすいんですよ、これが。でパチンコってのはもうデジパチは期待値が全て、これはねもう間違いないんです。まあそうじゃないって言ったら別にそうでいいです。俺は期待値が全て、回転率が全て、出玉が全てでパチンコ勝ってきたんで、申し訳ないけど勝ち優先で、期待値優先で立ち回ります明日も。それではちょっとその辺の繁華街行って、新潟の魚をつまみにね、ちょっと軽く
っておきます。おはようございます、12月11日火曜日ですか。新潟の駅前です。こっちのね、今収支は4万円プラスね、約ね、まあなんとかなりそうな、ならなそうな、危ないとこですけど、状況がね。頑張ります、行ってきます。サブちゃん、お祭りサブちゃんですね。羽物打ってます。今投資が1500円で、出玉が今1箱ちょっとなんで2000発ほどかな。まあ投資が少ないんでね。で今日なんか11の日ということで、ちょっと多分ですよ、昨日の状況知らないけど、まあ泣きが結構いい感じなんで、いくらかは勝てんじゃないかなと思ってね。で昨日4万買ってるんで、今日羽物でしのげればなとは思ってます。で今行ってる店はチョナマサイプレー手数料が上限なく無料無制限なんで、今日羽物で出玉できたらチョ玉して、明日そこで打てたらいいんだけど、明日はダメなのかな、まあわかんない、とりあえず今日かと。でお昼ご飯はですね、今来たんですけれども、とんかつまさちゃんね、新潟といえば米がうまいですけれども、実はタレカツ丼っていうのが有名でね、ちょっと甘いタレにくぐらしてカツをね、揚げたカツをでご飯に乗っけて食うっていう、ちょっと薄カツなんですね。ちょっといただいてみましょうか。はい、今ね、お昼食べた後、読者の方がいらっしゃってくださったんで、ちょっとお話聞きたいと思います。新潟市内に在住のユミタンさんです。いや、せっかく美人なのに、いや、やめてください、顔を出した方がいいっすよ。絶対無理です、本当に、マジ本当無理なんで。いや本当にね、ユミタンさんは20代中盤かなと思って聞いたら全然違ってびっくりした。いやいや、でも大工さんも全国飛び回ってるから、いろんな方会ってますもんね。いや、まあそうです、そうですね。今ハマってるのは何ですか。今はですね、なんだろう、私海あんま好きじゃなかったんですよ、うん、なんか演出もずっとだらだらって言っちゃ悪いんですけど、うん、なんかこう、もうシンプル、単調でね、そう、絶対海だけは打たなかったんですけど、ここ最近は海がすごく楽しくなってきて、シンプルだけど奥が深い。近江4なんかよくできてるしね。本当に近江4ですよね。近江4はあのブラックとか、そう、近江4はなかなかこの辺って設置が、あ、この辺沖海の方がね、そうなんです、多いですね。そうなんですよ。地方によってね、近江が強い地域と沖海が強い地域があって、この辺りは沖海の方がね、そうですよね、まださ、また再導入とかしてる店もね、あったし、そうなんです。そう、誰が好きなんですか、あのライターで言ったら今旬なのは。マイプーさん最近お気に入りです。あら、本当にお気に入り、だからバイクさんとマイプーさんが出てたそのキャンプのやつは、あ、はい、もうマジで面白かったです。ガチ乗り実践キャンプ、そう面白かったそうです。本当におすすめ。面白い、本当に面白かった。そう、なんか素も見れるし、みんなのパチンコだけじゃなくて、あ、素のところも、そう、あとそのビーナスはもう絶対買ってるんですけど、うん、はい、なんか女子ライターさんすごい活躍してほしいです。
いやもう女性ライターもう活躍しすぎだからいい。そうですね、もうしすぎて、でもそれでいいです。なんかあれじゃないですか、パチンコとか売ってると、うん、やっぱりなかなか多分同じような気持ちの人いると思いますけど、うん、例えば、まあ、若くてパチンコ売ってて、うん、あんまりなんか友達に言えなかったりとか、あなんか、確かにね、なんかまだそういう部分あるじゃないですか。ありますよ、なんかパチンコなんて言ってんの、ね、みたいな、今特にね。そう、私それは嫌なんですよね。パチンコだってね、一種の遊戯、趣味、そう趣味だし、ね、うん、楽しいし、まあね、限度を超えて何かやって、うん、お金ね、そう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 、借金してまでやったり、そうそうそう、いろいろ悪いことすると良くないけど、普通にね楽しんでる分には何にも問題ないし。そうなんですよ、ね、ちょっとバッシングがひどいですよね、世間のね。そうなんです。だからもっと女性ライターさん、ああいう可愛い人たちが、確かに、ね、確かにそれは言えてます。すごい認知度を、うん、広めてね、そうなんです、くれればって。そう、これからも必勝ガイドを、ね、見ていただければ嬉しく思います。はい、今日はね、ありがとうございました。 ありがとうございます。いやもう本当にね、キャラが面白いからライター女性ライターとしてガイド入っても多分売れますよ、マジで。バイクさんの弟子いやもうなんでそこ笑うそこ笑うとこじゃないでしょそこ笑うとこじゃない、はい、サンバイク、はい、ありがとうございましたはい、今ですね、羽物打っててちょっと出玉が出たり飲まれたりで、そういう展開なんですけど、今読者のね方がまたいらしてくださったんで、ちょっとお話簡単に聞きたいと思います。片助さんですよね。はい、はい、片助です。あ、ガか、ガです。あ、ガだガです。ガ片助さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この辺の方なんですけど、地元ここです。あ、ガタスケのガタって新潟のガタ、もしかして。いや、名前が、あ、そう入ってるんですね、はい、はいはい。最近、あんまり最近聞かないですよね。シンフォギアとか、あですよね、はい、あと、シーといえば初代の北東予想とか。初代、まあ初代ね、そうですよね、はいはい、うん、じゃあ終始も勝ってるんですか。そうですね、初玉で打ち始めてから今8万発ぐらい。プラスで。プラスですね。ああ、いいですね。これからもね、バイク修二郎をよろしくお願いします。あと必勝ガイドもよろしくお願いします。あ、はいはい、これ必勝ガイドに出ますんで、あ、はい、よければ見てくださいね。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、今19時20分でございます。玉飲まれました。お祭りサブちゃん、お祭りにはならなかったね。まあ収支はマイナス1500円なんでね、まあいっかね。明日最終日4時5時ぐらいまで何やるかですね。あと3店舗ほど回んなきゃいけないんで、ちょっとこれから店回ります。はいはい、ビジネスホテルにチェックインしました。さっきね、ここに入る前、ビジネスホテルチェックインする前に、目の前にね、美味しそうな居酒屋さんがありまして、寒ぶりのお造り、これ見て、これ今まで食べた寒ぶり、ぶりですね、まあ寒ぶりの中で一番美味しかった。980円、安いね。もう幸せでした。まあパチンコは負けてしまったんですけどね、うん、結果ね、結果だけ、まあデータは取ってるんですけども、結果ざっくりね、朝まあ若干ちょっと遅れてきました。ちょっとやることがあったんで。そしたらお祭りサブちゃん、羽物コーナーが全部落としがちょっといいんじゃないのっていう見た目だったんですよね。ただ前日見てないんでわかんないですけど、おそらく若干良かったと思う今日は。で、お祭りサブちゃん座ったら1500円で当たったんですけど、結果、19時過ぎまで打って大当たりは34回で
出玉なくなりまして、収支マイナス1500円でやめました。大当たりラウンドは48ラウンドついてなかったんで、まあ15ラウンドが3回分ぐらい足りなかったですね。おそらくね、いくらかは勝てる台だったと思うんです。ちょ玉再プレイ手数料が上限なく無制限なんでね、この店は。で、朝一は逆に15ラウンドがついて、お昼過ぎぐらいで2箱だいたい多分3、4000発ないぐらい、3600発か700発いったと思うんですよね。で、これはもうちょっといけんじゃないか、打っとこうと思って打ったんですが、まあ、デジタルの不月、月から不月に落ち込んでね。で、さらに焼くものも途中ハマってね、ハマりが続いたり不月があったりで、ほとんど上皿だけになった状態からまた一泊まで持ち返したんですけど、最後飲まれて終わりました。で、今のところ収支が4万プラス4万2900円か。明日4万2900円以上負けなければ新潟旅うちはプラスで終わりますね。まあ明日もね、羽物かもしくは冬サナリメンバーもしくはアマデジ、まあミドルなら冬サナ、それ以下なら羽物かアマデジで勝負したいと思ってます。ユミタンさん、ガタスケさんね、ユミタンさんもテンション高い女の子で面白かったな。ガタスケさん、ガタスケさんで造船の仕事してるんですって。造船ですよ、船作ってる、すごいですね、さすが新潟。まあいいや、じゃあ寝ます。はい、おはようございます。12月12日水曜日、新潟旅うち最終日です。あいにくね、小雨模様ですけれども、今日は5時ぐらいまでかな、4時か5時かなぐらいまで打って、なんとか最終日勝ってね帰りたいと思います。で、こっからね家まで5時間ぐらいかかるんでね、車でね。まあ帰りの道中も勝てば気持ちよく帰れるんで、7時間後か、うん、勝利で終わります。ガンバイク。いやーね、とりあえず1店舗目で、今お祭りサブチはまた昨日と同じでね、違う店ですけど売ってます。で、総投資はサブチャン行く前にデジパッチ、アマデジ売ったりして、総投資が11,500円で、今出玉が3000発ほどなんで、まあチャラぐらいですね、収支はね。まあね、多分昨日は11日で今日が12日でしょ。今日はちょっと状況悪くなってるんですよね。まあちょっと勝てればいいかな、この後ね。もう4時ぐらいにはやめるんで、まあちょっと映像的には申し訳ありません。やっぱりでも勝ちたいんでね、とりあえずサブチャンで夕方までやります。はい、今16時過ぎたんで予定通りやめました。朝からお祭りサブちゃん打って、当たりが24回で、出玉が3533個。サブちゃん以外でね、投資がちょっと膨らんだんで、11500円投資の回収が12600円、収支がプラス1100円です。これはやったね。やっぱサブちゃん朝一ちょっと触ってから他の台打ったんだけど、サブちゃんだけでしとくべきだったね。これにて旅収支はプラスで終えることができました。
で、この後ですね、自宅に自走で帰るんですけど、読者さんが、ちょっとお話ししたいっていうこともありますし、自分もお話し聞きたいんでね、これから近くのコンビニ行って、お話し聞きたいと思います。はい、今実践を終えてね、移動して、読者ののっぽさんがいらっしゃってくださったんで、ちょっとお話し聞きたいと思います。どうも、はじめまして。はじめまして、のっぽさんですね、はい、お願いします。お願いします。背がでかいからのっぽさんなんですねもう分かりやすいですね。女性ライター誰が好きなんですか？女性ライターガイドではメルティ一択ですね。あ、なんかあれに書いてましたね、花の下を伸ばす仕事を、ツイッターに書いてましたねエロいんすね、のっぽさんメルティ好きって、いやメルティいいですよ、いいですけど、もうエロキャラがすごいじゃないですか、もう。そうですよね。あれがいいんですか？あれがいいですね。今ね、ホールで売ってないから、その分見てくださってる人も逆に多かったりする話も聞くんですよね。打ちに行けないから。そうですよね。もう打たなくても、そう、雑誌の DVD 見てる人とか結構いますよね。そういるんですよ。その遊戯人口の低下に一役買っちゃってる。それはありがたいですね。やっぱ女性ライターば結構中心なんで、もうちょっと男性ライターの企画ももうちょっと増やしてほしいかなっていうのはありますけど。まあそうですよね、女性寄りが多いですよね企画は。まあどうしても男性の視聴者が多いんで、そういう作りになるんですよね、うん、まあでもそれはありがたいですね。うん、これからも一生ガイドをよろしくお願いします。なんか頑張ってください。メルティに言いたいことあったら伝わります。見てるんですかねこれね。いや分かんないけどメルティに言っときますよこういう。じゃあメルティまた新潟来店来てください。待ってます。はい、ありがとうございましたはい、自宅に帰ってきました。最終日ね、こんな感じでした。ざっくりですけどね、ちょっとデータははしょりますけども、ここ、朝一から10時ぐらいから、行きました。仮面ライダー009ライト、シンフォギア、冬ソナリメンバー、無限投乱打ちまして、計7000円投資で、現金投資のボーダーを超えてる台がなくてですね、やばいなと思って、でお祭りサブちゃん打ちました。まあ、昨日と違う店ですけどね、お祭りサブちゃん打ったら4500円で当たり手玉が食いついて、16時まで打って24回たって3533個獲得。結果的にはまあ7000円の無駄玉投資がありましたけど、11500円投資の回収が12600円、プラス1100円になりました。総投資が35000円、総回収が77100円で、収支はプラス44100円です。やりました。ね、初日の新北斗無双の初代の、ちょっとまあついたというか、一応勝てる台でね、二人がちょっとついた勝利を、まあ結果的にはお祭りサブちゃんでしのげたという形ですね。まあ、戦略はそうしたんですけども、お祭りサブちゃんも2日間とも打った台はまあ期待値はいくらかはあった台でしたね。で、これにて新潟は勝利で終わりました。で今のところ17勝8敗なんですよ。まだこれね、過去の、旅は全部他の動画として残ってますんで、興味ある方は見てください。今25件終わってるんで、あと47都道府県まで、日本2周目まで22件ですね。で今のところの収支はプラス、今回終わって92万4900円です。で稼働時間が586時間25分、時給的には安いですけど、知らない街行って、での勝利なんで、まあ自分的には OK と思ってます。今厳しいですからね、今回新潟
まあこの旅では最新ですよね。で今最一番最近の旅です。一番きついかったに近いかもしれないね。でまさか新潟がここまで状況悪化してるとは思わなかった。正直びっくりしました。でも新潟はチョダマサイプレ手数料上限なく無料の店が多いんで、あの打てるサイプレーなら全然勝てる台ありましたよ。ただし前だったらサイプレーだったら余裕で勝てた店が、余裕ではなくなってましたね。とにかく自分はね47都道府県日本、まあある意味2周目なんです。これがこれ終わるまでは絶対やるんで。でちなみに次回は1月にですね、パチンコの聖地であるとも言える愛知県に行きます。名古屋ですね。名古屋で勝負します。そして名古屋といえばパチンコ必勝ガイドのまあ後輩ライターやいかさん、虎松くん、レイリーさんが住んでる町ですね。もしタイミング合えば向こうでね会いたいと思ってます。それでは、次回名古屋打ちお楽しみにしてください。サラバイク